逆にこれ、測定腱膜炎をこう、ガーって、なんかこう、緩めてあげる。もう最悪です。絶対見てください。この曲げる力と、この曲げる力って、どれが強いか、圧倒的にこれなんですよ。はい、整体院復科院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的解決していくための患者さん用の動画になっています。もしあなたが3件以上の病院、整骨院、整体院に通っても痛みが全く改善していない、もしくは湿布、痛み止めで痛みをごまかしている、そんな人であればぜひこの動画を見て根本的に解決してみてください。松田さん、あいよ。最近ちょっとウォーキング始めたんですけど。健康志向やね。なんか歩くたびに、かかとのあたりというか、かかとからなんか足の裏の修復、にかけて山みたいな5合目ですみたいなはいはい、大体は5合目か6合目くらいが痛いんですけど、はいはいはい、これって何なんですかね。それ測定腱膜炎じゃない。名前はたまに聞きますね。だからね、まあ、バチバチ測定腱膜炎だね。どうしたらいいですかね。いやまあ一生付き合っていくしかないかなと思いますね。あ病院みたいなこと言われて、いやそんなことはないです。ちゃんと原因があります。測定腱膜炎はこれは指の筋肉使えるようになるとほぼほぼ解決する。あとふくらはぎの筋肉、この2つができるようになってくるとだいたいまあほぼほぼ解決していくかな。測定腱膜炎、これ原因はさっき言ったけど指の筋肉が使えていないか、ふくらはぎの筋肉が使えていない、この2つのどっちかがほぼほぼです。でまずこれメカニズムから話すと分かりやすくて、測定腱膜炎ってなんで起きるんですかっていうと、これも一言で言うとこの測定にある筋肉、腱膜、まあいわゆる腱が伸ばされてるっていうのが一番メインです。で伸ばされて使おうとするからさらに痛くなります。でどういうことかっていうとですよ、測定あるじゃないですか、足の裏ね。で大体まあこのかかとの付け根の部分、もしくはこのちょうど真ん中のあたりが痛くなってきて、歩いてるともう痛くなってくる状態で、歩くと気に大体出るんですよ。何もしなかったら大丈夫ですけど、歩くと痛いとか、立ち上がると痛いとか、立ちってなんか歩いてるともうどんどん痛くなってきて、もう歩けなくなってきたね。でこれなんで起きるんですかっていうと、基本的に人間の足っていうのはアーチって言って、こうやって山なりになってるんですよ。で山なりってなんかメガネ橋って聞いたことですか。なんかこういう橋があるじゃないですか。だからこのメガネ橋って、あれ何かというと石だけなんですよね。中に何も入ってなくて石でこう積み上がってて、逆に上から体重がかかればかかるほどこの強固になってくるんですよ。っていうのが足はやっぱそれの構造ができてて、アーチがあることで支えてるんですよ。ただなんで支えてるかって言ったら、上から体重がここかかってくるんですよ。こうやってギュッとかかってくるのを止めないといけない。こうやって崩れちゃうから、崩れるのを支えてないといけない。だから基本的には骨で支えたりとか、あとは筋肉とか腱膜で支えてる。ただいろんな筋肉で支えてますと、上から来るのを、例えば上から来る重力をどう支えるかっていうと、まずこう崩れそうになりますね。こう崩れそうになりますと。だからどうするかというと、一番末端の部分で指を曲げることでこうアーチが膨れますよね。プラスアルファこう崩れるってことは足首が曲がっちゃってますよね。足首が曲がるのをこうどうにかして、でするとどうなるかというと、指を曲げる筋肉と足を伸ばす筋肉、いわゆるつま先立ちする筋肉、この2つが入るとアーチができるんですよ。でアーチを作ることで安定させてる。だけどこの指の筋肉とふくらはぎの筋肉が使えなくなってくると落ちちゃうんですよ。逆に落ちるとどうなるかっていうと、足の底が伸ばされるんですよ。ビーってストレッチされてるみたいになります。でもストレッチされながらもプラスアルファ、ああ崩れちゃダメってなるので、ここでまた収縮するんですよ、ギュッと。でこれは短縮筋ってね、かかとまでついてる筋肉がありまして、指を曲げる筋肉があります。根っこの MP 関節ってとこを曲げる筋肉、これ中腰筋って言うんですけど、そうじゃなくてこの PIP っていう関節を曲げていくのがいわゆる短縮筋で、それぞれ長縮筋ってあるんですけど、いわゆるこの場所を曲げていく。指って根っこ、真ん中の PIP、そして先っぽの DIP って、この3つがありますと。この DIP っていうのはこのふくらはぎまでいってる筋肉で、PIP っていうこの真ん中を曲げる筋肉っていう、関節を曲げる筋肉がこの短縮筋っていうのがこの測定にあります。で崩れそうになると最終的にこの短縮筋が頑張るんですよ、グッと。でもよく考えて、この曲げる力とこの曲げる力とこの曲げる力ってどれが強いか、圧倒的にこれなんですよ。いわゆる指で言ったらこの根っこを曲げてくる MP 関節ってこう曲げてくる筋肉、短縮筋だけでこの全体重を支えようと思うことは無理です。だけど
崩れそうになっている脳を支えるためにはこの中腰筋が使えない、指が使えないからね、アーチが作れない。なんと PIP にあるこの短縮筋が頑張るしかない。短縮筋頑張ると測定のところを伸ばされながらも頑張る、いわゆる伸びながらも曲げていく、めちゃくちゃ負担かかるんですよ筋肉にとって。伸ばされながらも曲げていくね、っていうことになると、いわゆるこの測定の筋肉使いすぎる、短縮筋使いすぎる、短縮筋使いすぎると足の裏が痛くなる、いわゆるこれが測定腱膜炎なんですよ。だからこの測定腱膜炎が起きてくるっていうのは、短縮筋の収縮がいわゆる過剰になっている状態、もしくはここに靭帯も実際あるので靭帯が伸ばされている状態で痛い、だいたいこのどっちかですってなった場合に、じゃあもう一生歩けないんだ、もうダメですよね歩けないわけじゃなくて、これ原因がちゃんと分かれば改善方法も分かりますね。何かって言ったら、短縮筋しか使ってないから痛いんです。でも短縮筋よりも強い筋肉あるよね。何かって言ったら、指の根っこの筋肉、 MP 関節っていう根っこを曲げる筋肉、これがこの指の間に入っている中腰筋という筋肉です。中腰筋という筋肉が入ってくると、しっかり力がグッと入ってくる、いわゆる支えることができる、支えることができるとアーチが作れる、プラスアルファふくらはぎが曲がっちゃったら崩れやすくなっちゃいますね。だからふくらはぎが曲がる、いわゆるふくらはぎの後ろの腓腹筋、ヒラメ筋という筋肉を鍛えてあげることによってしっかり持ち上がる。そうするとアーチができる、アーチができると筋肉が使いやすい状態、いわゆる短縮筋が使いやすい状態になる。そうすると測定腱膜炎の痛み負荷が変わってきて痛みが改善しますよね。であればやらないといけないのは、 MP 関節、いわゆる中腰筋の運動療法、そしてふくらはぎ、このアーチを上げるためにも腓骨筋、後脊骨筋、そしてふくらはぎの筋肉を鍛えていく。このふくらはぎの筋肉、そして中腰筋という指の筋肉、ここを鍛えてあげることによって測定腱膜炎改善します。逆にこれ測定腱膜炎をこうガーってなんかこう緩めてあげる、もう最悪です。絶対やめてください。痛み激しくなるだけです。やってないよね自分で。ちょっとブブーですね。本当に痛み激しくなるんで、測定腱膜炎で痛いところをなんか緩める、もう絶対やめてください。もう痛み悪化します。大体だからやらないといけないのは、でこのね、指がそもそも使えてないんで指が動いてないんですよ。だから鍛える前に緩めないといけません。動きがないといけないから、大体この測定腱膜炎の人に指を動かすんですよ。こうやってギュッて動かすとめっちゃ硬いんで、この指をまず動かすっていうところからスタートする。これはモビリティって私たち言って、次はじゃあ動くようになったら鍛えていきましょう。でスタビリティで筋肉鍛えていきましょう。で最後はこれをしっかり使えるようにしましょうということで、つま先立っちゃったりとかっていうカーフレーズの運動療法をやっていったりっていう風にムーブメントですね。これは MSM っていう治療法を私たちもらってます。私がやってる整体院フッカでもですね、もちろん受けることできますので、もし気になった方がいたりとか、測定腱膜炎で悩んでるって方がいれば、どういう風に治療すればいいかってこともね、しっかりやりながら、本当に改善したい人であればぜひね、概要欄の方チェックしてもらって、整体院の店舗の情報を見てもらいながら、店舗の方に電話してもらって、もしくは LINE してもらって予約してみてください。ということで今日はねこれで終わりますけど、今日の話ぜひよかったらですね、チャンネル登録していただいて見逃さないようにしてください。あとはコメントと高評価いただけるとすごく励みになりますので、ぜひねそちらの方もお願いします。あとこんなのも聞いたいってコメントがあれば私は回答していきますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画の滝どうもありがとうございました。また見てください。それがなんか、昨今のランニングシューズってつま先クッて上がってるじゃないですか。はいはいはい、あれはちょっと逆なんじゃないかなって思うんですけど、うんうん、どうなんですかね。あれはあれで、そもそもだけど、指使っても靴履いてる時点で押せないじゃないですか。押せなくなるでしょ。で、あれ何かって言ったら、ウィンドラスの巻き上げ機構ってやつがまたあって難しい、ウィンドラスの巻き上げ、何かというと、こういう風に上がることで筋肉伸ばされるじゃないですか。伸ばされるのを使って曲げていく、いわゆるだから、あれってつま先が上がってるから、こういう風にまずそもそもつま先まで体重が乗っていくってこと結構今の人しないんですよ。ペタペタ歩きする人が多いんで、だからつま先までこうやって上がってることでかかりやすいじゃないですか。かかると指が上がることで筋肉が緊張する、緊張することで収縮しやすくなる。でこれがね、中腰筋が使えればすごくいい機構ですけど、逆に中腰筋が使えなくて短縮筋しか使わない状態の人がいれば、逆にこの前が上がってるっていうのは痛みを起こしやすいです。なんで物は使いようかなと思ってて、中腰筋が使えて動きが痛くなるとかって人であれば、先っぽが上がってるタイプがいいし、逆に中腰筋使えないな、動きが指の動きが硬いなって人であれば、つま先上がってると逆に痛くなりやすいですね。どっちタイプ？痛くなりやすいんでつま先上がってる治療しよう
ということで、まあ、ランニングシューズはもちろん、もちろんのロンのロンのロンですけど、めちゃくちゃ測定腱膜に関係するんで、気になった方はぜひ店舗の方で相談してみてください。チェック。